하나만 더 읽어. 時間と長くいますので、前の人もうですね終わりの曲になっています。そんな前でね、あともうちょっとですね、あと10曲ぐらいやったらよかったなと思います。気持ちの中であるんですけど、なので、ね、もう小勢精一杯ですので、最後がですね、これも大ピカだと言いますよね。我々そのフォルクロールやってる中ではですね、すごく有名な曲です。これもですね、あまり意味がですね、よくわからない。南米の曲というのはですね、どうもペルーの文化がですね、すごく継承されたところにあって、で、ペルーのインカ帝国がですね、
スペインによって滅ぼされて、それをもうちょっと今もですね、向こうの方たちですね、よく思ってない。あるボリビアの人に聞いたんですけど、スペインは未だ一回も謝ったことないと。そんな言葉聞いたことありませんか。だからまあ、ごっついその歴史もですね、まあ、日本勝ってなんやかんやね、そのようなことがありますけれども、ペルーインカが滅んでから何年経つのか、その時もそこまでですね、一本に思っているとすごいことになっています。どうしてもそういうのは向こうの言葉ですね、そのインカ帝国の時の言葉、ケチュア語というの、そういうのがですね、すごくフォルクロールに使われています。それも一つで、タイチからというのケチュア語なんですけど、なんか、中心の石とか、なんとかそういうの、まあ、どっちかというとそういうのは、昔の都のことを思うとか、そんなことを歌ったんではないかなというのを想像しております。では、サイピカル、これみんなでふわーってやりますので、演奏してて気持ちいいんですけれど、皆さん、まあ、多分、やかましいだけかもわからないですけど、その一生懸命やってますので、その気持ちをですね、踏んでいただけたらありがたいと思います。では、サイピカルです。Thank you.
どうもご清聴ありがとうございました。では終わります。どうもありがとうございました。